こんにちは、トイズ★ガオです。本日はこちら、はい、またトイザらスに行ってきました。以前の閉店するというトイザらスのねところにまた行ってきまして、まだ閉店セールやってるかなと思って行ってみたんですけどもね、前回はね「スター・ウォーズ」の商品とか、あと「ドラゴンボール」のねものがあったりしたんですけども、全然なくてですね、今回はねまあ「スター・ウォーズ」これだけ余ってましたね。フィン。これはもうほんと全然わからないんですけども。これが、96円で、この値段の末尾が6のものは半額になるというね、ことで48円だったんですけども。これと、あとはね、半額ではないんですけど、このアプリモンスターズの、アップモンバンド。はい。これが100円ですね。で、こちらのアプリドライブ&アプモン7コードパッドスペシャルセット。こちらが300円ですね。なので合わせて448円と。はい。まあ、このアプリモンスターズに関してはね、僕は録画はしてたんですけど、全然見てないですね。なので、ちょっとこれから見ようと思います。おもちゃの方気になってはいたんですね。最初にこのおもちゃ見たのが、数年前の東京おもちゃショーで見て、ああ、これいいなって思ったんですけど、このアプモンチップ。もう収集アイテム、バリバリの収集アイテムなんでね、これは集めるのに苦労するなと。で、お金がかかるなと思って。で、このね、収集アイテムだけじゃなくて、こっちのね、この本体の方もね、いろいろと、バージョンが出るということが分かっていたんでちょっとねおもちゃの方はスルーしてたんですけども、300円と100円なんでとりあえず買いました。この後ねちょっと1話とか2話見て、この7コードパッドは多分もうちょっと後に出てくると思うんですけども、ちょっと遊び方も確認してね、レビューできればやってみたいと思います。今更なんですけどもね、とりあえずね今回の戦利品この3点ですね。この「スター・ウォーズ」に関してはね、僕全く最新のはわからないんでね、これは知り合いの人にあげますけどはい、ということでね、今日は、トイザらス、まだこのトイザらスはね、6日までやってますんで6日に完全に終わっちゃうんでね、6日の日にまた行こうかなと思ってますんで、その日にまた安いものがあったら買ってきてね、また紹介してみたいと思います。で、今日はですね、その行くついでにですね、この前回こちらの仮面ライダーのローソンスタンプラリー、これをね、このステージ1、ステージ2で、このね、シールをもらったんですけども、これのこの全13種のスタンプ、これをコンプリートしようということで、これ8個ありますけども、ルール上は4つ4つで、ここの4つが違ってれば何でもいいんですけども、こっちとこっちでね、被っていてもいいんですけども、なので前回僕はね、仮面ライダーウォーズフューチャリングクイズ、この1番のところだけかぶりで、あとは全部違うんですけどもね、全部見ていきましょうかね。この仮面ライダーウォーズフューチャリングクイズ、仮面ライダーゲイツリバイブ号列で、仮面ライダーゲイツ、仮面ライダーゲイツリバイブ疾風、そして2周目がフューチャリングクイズ、仮面ライダージオーディケイドアーマー、仮面ライダーウォーズで、仮面ライダーウォーズフューチャリング機械と。はい、これで全部でね、7種類。8種類行きたかったんですけどね、ちょっと、回る都合上仕方なくこれを押したというところでね。次にまた回そうと。で、これがね、前回7種集めて、全部で13種あるので、あと6種類ですね。これを今回ね、回ってきました。はい。それがこちら。はい。で、まずね、仮面ライダーウォーズフューチャリング忍び、仮面ライダージオ2、仮面ライダージオトリニティ、タイムマジンゲイツモード。はい、これでステッカーね、1枚、ステージ1のものをもらって、で、ここであと2種類集まればもう終わりなんですよ。この13種全部集まるんで。で、まずね、この仮面ライダージオ、で、大魔ジオ、そして仮面ライダーウォーズ、仮面ライダーゲイツ。ここはね、この前回のものと被ってます。まあでもこれはね、まあ何でもいいんで、他のところもね、回って集めました。ここのね、4つはかなりね、もう、このジオウ、ゲイツ、ウォズ、そしてオーマージオウとね、この主要なメンバーで揃えました。ここはちょっとね、意図的にこうやりましたね。まあ今回は結構ね、前回結構脇役が多かったんで、今回このジオウ2トリニティとね、あとタイムマジンゲイツモールドとか結構、あとまあオーマージオウとね、で主役のジオウがね、ここね、このジオウとオーマージオウはね、結構探すのに苦労したというか、スマホでね、サイトを見れば一発でわかるんですけど、その場所が駅の中とかね、駅のすぐ横とかだったんで、その駅の周りっていうのは結構車が止められないんで、ちょっとね、離れたとこに車を置いて、駐車場とかに入れて、で、ここまで歩いて、で、この次のローソンのとこに行くのにもまた、駅の反対側の南口から北口みたいなね、通り抜けて行ったんで、この辺は結構歩いてね、押しに行ったんでね、もう疲れました。足がもう合計で1キロぐらい歩いてね、このスタンプ押しに行ったんで結構ね、疲れました、今回は。まあ普通なら4店舗をね、2周回れば全然 OK なんですけど、もうこの僕の変なこだわりでね、この13種類全部を集めるという風にね、決めまして、今回、こんなに苦労してね、2枚全部でね、2周を2回で全13スタンプコンプということで。まあこれで僕は満足です。はい。もうやりません。はい。なのでまあ今度はね、夏のルーソージャーのスタンプラリーがあると思うんで、まあそれはまたね、全種スタンプ集めると思います。はい。それまでまた力を貯めておきたいと思います。まあね、今日はこういう風なお買い物とスタンプラリーで時間を費やしました。まあゴールデンウィークなんでね、まあこれ6月までやってるんで、6月3日までやってるんでね、まだまだこの、台紙と、スタンプがね、お店の中にあればできるんで、ゴールデンウィークは出かけることも多いと思いますんでね、やってみてはいかがでしょうかと。はい。それではね、今回こちらのアプモンバンドとアプリドライブ、アプモンセブンコードパッドをね、ゲットしたので、おいおいレビューとかしていきたいと思います。はい。ということで、以上、トイズ★ガオでした。ご視聴ありがとうございました。Twitter もやってますので、そちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それでは、またねー。